どれどれどれ。パパできなくなってる。スリムネーネ、あれどれ。もっといっぱい構ってほしかった、寂しかった、今度会えたらその時はもっともっと遊ぼうね。え、スリムネーネメス3歳家出しちゃった。ちょっとね、お出かけ最近してたからできてなかったからね。また戻るしかない。これどうなるの。もうこのまま、もう一回じゃあ最初これやるしかないのかな。でも前ね、ちょっとね、待ってね、ボタンずっと押したらね、また卵にもらって、また同じの出た。あ、前も、うん、本当前もね、なんかね、うん、ちょっと泣いてたの、うん、この男の子らもう家出しちゃって、うん、あのさ、ずっとボタン押してたの、うん、そうしたらなんかまた卵られてきて、コロコロ転がって、なんかまた生まれた同じ。ほんと？また出てくるのかな。家出しちゃうんだね。うん、たまごっちが出て行ってお別れ手紙画面になったら A ボタンを押してみよう。お別れした後に新しくたまごっちを育てたいときは C ボタンを押しながら A ボタンを押すと部屋に新しい卵が現れ、約1分後にたまごっちが誕生するよ。でもう一回卵を、うん、やるには C ボタンを押しながら A、うん、ほら、あー出てっちゃったのね。せっかく女の子出たのにね。でもまた同じのだよ。わかんないんじゃない。そうだよ、だって前もそうだったもん。そうそう、そうさ、教えてたのピッピピッピ、うん、そうしたら、そうしたら、あの出て、ほら、あ、ほんとだ。そうだよ、ほんとに同じのだよ、女の子一緒。うさぎの、ほら、あ、同じ子？あ、そうだね。そっか、今度は大事に育てよう。なんかね、ベビーシッターっていうのがあったから、今度さ、お出かけするときそれやってみよう。うん、ベビーシッターって何？お世話してくれるんだって。なんかでも時間が決まってるみたいだから少しだけど。はい、タマシッター見つけました。ここにあったですね、これです、ね、これはね、時間が決まってて朝の7時から、夕方5時まで見てくれるから、今は見れないけど、見てもらえないけど、だから学校行く前にこれをやってね、帰ってくるまで見ててくれるから、うん、うん、でも今消えちゃったよ、だってね、遅いとね、うん、勝手に消えちゃうんだよ。そうか、ね、じゃあ今度これをちょっと頼んでね、今度は家出されないように頑張ろうね。うん、じゃあバイバイ。早っ。